村上秀俊、村上秀俊、明治23年1月13日は、洋学者、フランス学者。名は吉持、字は、東領、シゲルテートゴース。洋名は、テイスケという。英春は通称である。晩年には、小和と称した。日本で初めて、フランス語を習得したことで知られる。仏学思想と言われる。 下谷国那須郡作産の医師、村上松園の上司として生まれる。文政7年に、父と共に、江戸に移り、宇田川洋安に蘭学を学ぶ。天保12年、品の国松大藩主、真田美紀民に範囲として主官し、佐久間商山の下で、ベルセリウスの科学定王フランス語版を和訳し、安政5年には、版書調べ書で、日仏館の条約を翻訳し、 多くの弟子にフランス語を教授した。また爆名により、サンゴビンラ語ンゴカ語ツ通語、フランス資林などの辞書を編纂し、現時元年には、日本初の本格的な仏話辞典、仏語名誉を編纂し、慶応三年には、戦術書、フランス東古地記を和訳した。明治元年、仏語塾、トールリ道を開いた。また科学にも造形が深く、薬用用土の製造や、ッキ法、 爆薬製造法などの研究にも従事した。1882年、東京学士会員会員に選出された。1885年、レジオンドヌール君少女君。明治23年没。母書は、青山霊園。ありがとうございます。